もう今日はティーチャーは波乱の予感しかないですね。波乱の予感しかないですね。心拍数が上がりすぎて有酸素運動しなくていいんじゃないですか。動揺しまくって大変なことになって、大事な名詞というものに入ってきます。で、はい、名詞と複数形、さあ名詞というのは何を気をつけなければいけないですか。英語で何か気をつけなければいけないことがある。名詞といえば。単数か複数かどうですか。そうです。単数か複数かなんですけど、複数っていうことは、単数か複数かっていうことは、どういう名詞にそれは起こりますか？形があるかないか。数えられるか数えられないかですね。はい、そう、形があるかないか。そうです。はい。はい、形がないものは数えられないんですね。水とか。はい。うん、そういったものは、ね、数えられないんですね。なんで、英語と日本語の考え方の違い、もうそもそも発想が違うので、物の捉え方が違うんですよね。日本語って数えられる、数えられないっていうことは、そんなにひどく気にしないっていうか、もう暗黙の了解みたいな感じで、日本語訳に出てこなくないですか？一つのリンゴとか。ないですね。だから困っちゃうんですね。私たちなんか何気なくリンゴがとか猫がとか言ってると思うんですけど、それらはネイティブ、その英語の世界に生まれ育った人たちは全部その数えられるか数えられないかで分けられてるんですよ、完璧に。子供の頃にそういう分類しちゃってるのを仕分け済みなわけですよ。我々大人になってからそういう仕分けを押し付けられた人間としては、ちゃんときっちり覚えていかないといけないんですけど、そんな困ったことじゃなくて、名詞の数えられる数えられないは、その人がどう捉えてるかっていうことなので、間違ったとか間違ってないとかじゃないんですね。いきましょう。はい。23の名詞と複数形ですが、何ができるかって言ったら単数と複数の使い分けができるし、英語では単数と複数の使い分けをしなければいけないってことなんですね。はい。で、英語では数にとてもこだわる言語なので、名詞が単数なのか、2人とか2つ以上なのか、複数なのかっていうことをはっきりと区別します。で、もう一回言いますけど、単数の時には名詞の前にあまたはanがつきます。で、ドッグならa dogってなって、複数の時は、複数を表す s を必ずつけましょう。名詞の後ろに s をつけて、two dogs とか three dogs のようになります。1匹のワンコ。で、three dogs。これので three dogs ってなります。で、これ、アッポーとアで始まるものの違いは、最初の次のその名詞の最初が、IAO で始まるものにはアンをつけます。アッポーって言いにくくないですか？だって。アイスとか、アイスクリームとか言いにくいです。アイスクリームの方が言いやすいので、自然にそうなります。はい。はいES をつける名詞っていうのは語尾が X とか CH とか SH とか S とかですね。はい。これ基本的に中学校で書いて手が覚えてると思うので、あんまり気にせず、あと最近はスペルチェックが直してくれたりもしますから、こんなちょっと気をつけなきゃいけないやつらがあるんだよぐらいな感じで覚えておけばいいです。はい。あと話すときはバレませんからね、スペル間違ってても。なんで話すときはもう気にせずに音をやる。ただ、かねてから私が言ってるように、すとかずとか、ちゃんと言わないと、複数形この人は分かってない人だなって思われちゃって、文法分かってない人がまで損しちゃうので、ちゃんと言いましょうと。はい。あと、これもとても大事な情報なんですが、マイドッグとか言わないんですね。ダドッグってすごいですよね。こんなこと言ってるんですかね。どっちなの？新しいのそれとも例のやつなのって形なんですけど、あは代名詞とかだと一緒に使えないので、どちらかにしましょうと。でもさっき、はい、ニュースマートフォン。はい。あれはね、形容詞なので大丈夫です。そうなのか。はい。ニューは形容詞で、前はね、形容詞じゃなくて、代名詞。性質としては、私のっていうことで、名詞の特徴を説明しているので、形容詞っぽいっちゃ形容詞っぽいんですけど、うん、飾ってる言葉って思います。飾ってる言葉という意味では同じなんですけど、マイドッグスって言ったら、私の犬たちって感じ。になります。高橋選手、おとなしいですね。いや、ダメですか？時々おとなしくしてちゃう。いや、分かってるおとなしさならいいんですけど、なんか迷っちゃってるところだとちょっとね、置いてけぼりするといけないんで。いや、なんか、ニュースマートフォンは確かにちょっと間違いそうだなと思った。そうだよね。どのようにニュースマートフォン？I want ニュースマートフォンだけにしちゃいそうなんで。何かつけると安心しちゃうんですね。そうか、ニューかどっちかでいいんじゃないかみたいな。どっちかでいいか、ダメなんです。今までの認識を改めてください。そう、1個だけ、とりあえず1個つけときゃ1個ペーみたいな感じ。もしはい、ニューアッポーだったら、はい、これはでいいんですか？じゃあでいいです。N で始まりますから。そうそうです。なるほど、新しいリンゴね。新しいリンゴ。どんな新種のリンゴ、新しいリンゴ。古いリンゴ、オールドアップル、オールドアップル。あ、オールドの場合はアンオールドアップル。そうです、アンオールドアップルですね、Oなんで。あ、オールドアップルって言いにくくないですか？あおーみたいな。あおールアップル。あおールアップル。アンオールドアップル。はい。ってなります。ごめんなさい、もう一回、ニューっていうのは、はい、形容詞。形容詞。形容詞だと、はい。そう、逆に形容詞は構わずつけてください。形容詞の前はちゃんと冠詞がある、必要ならつけてください。ああ、そっか。はい。ビューティフルウーマン。そう、あ、ビューティフルウーマン。ああ、ビューティフル。そう。ああ。ね、なんか外しそうだよね。外しそうですか？そうですね、うん。みんなそういうもんなんですかね。その前とか言うと弱とかっていうのはなんか形容詞っぽい匂いがしますか？弱はないけど、なんかもう名詞の前に何かついたらもう監視はいらないんじゃないかっていう。そうか、それは勘弁してください。いやでも本当にそう思ってしまうかもね。そう思ってしまうかもしれない。一回ですか、そのあのドアの時に、あの古いドアっていうのは、ザ・オールドドアってことです。そうです。リオールドドア。あ、そういうことですね。わかった。わかりました？わかりました。いや、もう、だって形容詞と、まあ、ちょっとすごい雑なあれですけど、形容詞と名詞でもうワングループですもんね、基本。形容詞と名詞で、だから何もデコりたくなかったら、ただ名詞裸で置いとけばいいんですよね。だけど、その名詞がどんなもんなのかって言いたかったら、形容詞をいくつでもつけているわけです。もう前がついたらダメなのね。前がついたらもうゲームオーバーです。前とかユアとか。代名詞でしょ？そう、代名詞がついたらゲームオーバーです。代名詞がついたら冠詞はいらない。冠詞は排除ですね。代名詞プラス形詞プラス、形容詞プラス名詞だったらいいってこと？そうです。My new car とか、Your new car とか。高橋さんがまた混乱し始めた。そうですね。はい。大丈夫ですか？You are. はい。You are. You are. You are. You are my beautiful girl とかだったら。その場合は、その You are というのは You are で You あと You are じゃなくて You are の縮約形になるので、それを You は You という主語と B 動詞の are と所有代名詞の my と形容詞のビューティフォーと、名詞の girl ってことになりますよね。だから、You are my girl って言ったら、あなたは私の、あなたは、ほら、よくなんか、すかした男とかが、You are my girl とか、俺の女だぜみたいな、そういう感じ。はい。俺の女みたいな。はい。そういうことね。それに形容詞がつくとか、そういうふうな感じ。そうですね。You are my beautiful girl って言ったら、お前は俺の美しい女みたいな。そんな人いるから、そんなこと言う人いる。なかなかそんなこと言う人。でもね、性の人はいますよ、平気で。しれっと。持ってなくてもいますよ。思ってなくてもいますよ。力も口癖なんでね。なんか僕の美しい何々ちゃんみたいな感じで。そうです。まず、You are my sweet honey みたいな。なんか。そう。スイート。もはや人間でもないみたいな。ってことですね。そうです。はい。あと、子供にアメリカの人っていうか、英語圏の人って、かわいいパンプキンとか言ったり、パンプキンとか言うなみたいな。あなたは私のかぼちゃかぼちゃ私なんかちっちゃい頃、なんか隣の意地悪なお姉さんにかぼちゃって言われたことある。それは外国のパンプキンとニュアンスがちょっと悪い感じが。ディスリですね、それは。なんでかぼちゃだったんだろうね。言われたの今思い出しちゃいました。かぼちゃなんですよ。かって言ったら、ナスとかキュウリとかそっちのことだけど。ボケナスみたいな、なんか。あと頭からこうでピーマンみたいな。いや、長いじゃないですか、フォルムは。ああ。いや、小さい頃はほら、もうちょっと3頭身ぐらいだったのに。3頭身ぐらいだったんですか？はい、多分3頭身出身なんで、多分すげえ喋ってうるさかったんじゃない？そうですね。パンプキンで。パンプキンで英語では対象っていう感じ。例えばお母さんとかマイパンプキンとか言ってもう40になった娘とかに言ったりするともうパンプキンじゃないわみたいなこと言ってなんか思ったりして。ブリジット・ジョーンズの日記って英語覚えてますか？ありますね。レニー・ゼルベガーかなんか出てたやつ。あれでお母さんが彼女にパンプキンってブリジットにパンプキンとか言ってました。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。思わぬところで。言ってみるしかないね、あとはね。そう言ってみて、そう合ってるか合ってないかをちょっと確認していくしかないですね。はい。はい、でもそれでちょっと間違ったからって通じないってことじゃないので、でも合ってる方がいいですよねっていう感じですね。あとは冠詞とか形容詞とか名詞とかの言い方を間違えると相手がとんでもない違うことを考えたり想像したりするので、通じないっていうよりは違うものを想像するって感じですね。学校の試験とかだと、合ってる間違ってるとかってなっちゃうんですけど、どっちかというとこれからは英語の文法は相手にどういうイメージを抱かせるかっていうお気持ちを考えていただくといいですね。前置詞とかもそうなんですけど、この人はこういう気持ちで言ってるんだみたいな。なんかそういう伝わり方がもうこの名詞一つでそういう伝わり方がしちゃうっていうのって知らなかったんで、はいはい、それはなんか底辺だって思いますよね。底辺だ、それ底辺だ、そう底辺だ。理解度チェックに行きます。はい。理解度チェックに行きます。はい、では赤シートを出してください。はい。藤岡選手から行こう。はい。私はアシスタントです。I'm an assistant。そうです。アシスタントですね。アシスタント。アシスタント。うん。I'm an assistant。I'm an assistant。うん、そうです。アシスタント、あなたはアシスタントです。Are you an assistant? Yes, I'm an assistant。なかなかないですけど。セコンドってアシスタントみたいなもんですかね。そうですね。じゃあ、高橋選手、この間のアシスタントですね。そうですね。はい。声のアシスタント。はい、ナイスアシスタント。あ、そうそうそう、ナイスアシスタント。そうそう。じゃあ、藤岡選手、高橋選手は私の、じゃあ、I は私のナイスなアシスタントですって言ってください。I is my nice assistant。そうです、そうです。はい。なので、あとがつかないですね。my あとか言ったらおかしいですよね。そうですね。はい。前出た時点でもうあは抹殺です。はい。はい、そうです。で、じゃあ2番。これらは引っ越し用の箱です。はい、高橋選手。あ、これ引っ越し用の箱です。はい。These are boxes for moving。うん、そうです。These are boxes for moving ですね。These are boxes for moving。moving。そうです。These are boxes for moving。そう。で、横にならね、ボックスなんてboxes。ボクシングはボクシングですね。ボクシング。そう。はい。ボクシング。はい。私にはアイディアがあります。藤岡選手。I have an idea。アンディア？アイディア。ガッツしますみたいなね。アイディアがあるからよ、みたいな。アンディアがあるからよ、みたいな。I have an idea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 。こうじゃなくてこう。アイディア。思いついたみたい。I have an idea。I have an idea。そうです、そうです。あのとこね、ポンってやるんですね。はい。今日はいい天気です。高橋選手。はい。It's a nice day today. Nice day today. Nice day ですね。It's a nice day today. そうです、そうです。はい。なんで、いい天気ですって、いいを強調したかったら、nice day って言えばいいんですけど、It's a nice day today. って言ったら、いい天気ですね。でも、いい天気ですねだったら、It's a nice day today. It's a nice day today. 基本的には形容詞と名詞があったら、普通、その形容詞を特に強調したいんじゃなければ、名詞を強くします。Have a good time。みんな Have a good time とか言いますけど、別に間違ってはいないんですが、基本的には Have a good time。もしグッドをすごい強調したら、なんかその人に会った時に、いや、今日はさ、なんだ、足元でなんかバナナの皮踏んで転んじゃってさ、上から鳩の糞が降ってきてさ、最低な日だったんだよ。だけど、明日は休暇なんだって言ったら、別れ際に、OK, have a good time tomorrow.、うん、明日はいい時間を過ごしてねっていう。なるほど。今日は悲惨だったけれどもっていう感じで、特にいいを強調したかったら、そっちをやっても別にいいですけど、基本的には何も特別な事情がなければ、形容詞と名詞だったら名詞の方を強く言います。なんで、It's a nice day today. It's a nice day today. そうです。はい。じゃあ、5番ですね。はい。藤岡選手、あなたはあれらの女性を知っていますか？ Do you know those women? 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 じゃあ、あげます。Do you know those women? Do you know those women? そうです。はい。いいですね。なんか自然な感じですね。あなたたち知ってる？知ってる？ーメンなんですもんね。そうです。あ、サンドイッチ。はい。高橋選手、サンドイッチを2つください。はい。2サンドイッチーズ、please。はい、そうです。please。please。ず。please。うん。今、プリーに聞こえますか please。2サンドイッチーズ、please。そうです。今、プリーに聞こえます。please。please。うん、そうです。ず。please。うん。お腹です。ず。プリーズに聞こえる。そう、プリーズに聞こえる。次、藤岡選手。このイベントにはたくさんの家族が参加します。Many family attend this event. Many family? Many families だ。そうです、そうです。Many と言ったからにはね、責任を取ってください。そうです、Many って言ったからに責任を取ってください。言ったからには、Many families attend this event. そうです、イベントですね。This event. Many families attend this event. イベント。Attend this event. うん、待って。Event. うん、そうです。Event. はい。大丈夫ですか ?Event なんですね。うん、Event。はい。じゃあ最初からいきますよ。I'm an assistant. I'm an assistant. うん。T がこない。Assistant. Assistant. はい。These are boxes for moving. These are boxes for moving. ここなんて、boxes. Boxes. For moving.Moving, moving. うん、あと V は出て moving, moving, moving. はい。I have an idea. I have an idea. I have an idea. いい考えがあるよ。まあこれいいって言ってますけど、I have an idea. I have an idea. いい考えがありますだったらどうですか、高橋選手。I have a good idea. うん、I have a good idea.I have a good idea. そうです。じゃあ今日はいい天気です。It's a nice day today. It's a nice day today. そう。あなたはあれらの女性を知ってますか ?Do you know those women? Do you know those women? Okay. Do you know those women? Do you know them? うん。サンドイッチを2つください。Two sandwiches, please. Two sandwiches, please. うん。高橋選手 ?Two sandwiches, please.そうです。はい。で、あげればくださいって感じで、下げると、サンドイッチ、please でもいいです。サンドイッチください。はい。ちょっと和らげたかったら、ちょっと上げとけばいいです。とサンドイッチ、please。サンドイッチください。うん。またちょっといただけますかまでいかないんですけど、サンドイッチください、ください、みたいな。ください、でもいいください、でもいいです。サンドイッチ、please。うん、ちょっとそれだとポジティブな明るい人っぽい感じで軽いノリ、うん、そう軽い感じになるし、please だとサンドイッチください。ちょっと陰キャな感じなんです。陰キャでもないんですけど、なんか、うん、ちょっと重くなりますね。あげるよりは、うん。はい。はい。このイベントにはたくさんの家族が参加します。Many families attended. Many families attended this event. Many families attend this event.Many families attend this event. 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 うん、そうです。さあ、じゃあ、恐怖のクイックレスポンスに行きます。ここはやはり、高橋選手に先に瞑想してもらった方が楽な気がします。はい。切れ込み退場。そうですね。はい。じゃあ、行きますよ。はい。クイックレスポンスです。はい。じゃあ、高橋選手。彼女はエンジニアです。She's an engineer. うん。彼らは私の親しい友人です。彼らは私の親しい、They are my 親しい友人。親しい友人。They are、うん、my 親しいっていうことは存在が近い。クロス They are my friendly friends. すごい、ね。全く間違いではないですけど。Kindness friends. Kindnessは名詞ですね。今なら kind friends。Close。違うか。そう、いいですよ。Close friends。あ、いいですよ。って言っちゃった。はい。They are my close friends. ご両親はボストン出身ですか？ご両親はボストン出身ですか？ご両親はボストン出身。Parents. あれあれ、さあ、Are parents? Are your parents from Boston? はい。サムは青い目をしています。Sam has blue eyes. Eyes. はい。あなたは猫が好きですか？あなたは猫が好きですか？ Do you like a cat? Cats?なんか見ついてて、当てずっぽに見ついててもらえませんか？どれか当たるだろうみたいな。どれか当たる。Do you like a cat? 今、あ、キャッツって言いました？と、キャットにしました。キャットにしました。はい。これらのサンドイッチはあなたのですか？これらのサンドイッチはあなたのですか？Are these sandwiches yours? もう一回？Are these sandwiches yours? 福岡は日本の大都市の一つです。福岡は日本の大都市の一つです。福岡 is one of the、大都市、one of the city 大都市、big city in Japan。はい。あなたはこれらの男性を知っていますか？これらの男性を知っていますか？Do you know? Do you know? これらだから、these men。それでいいですか？はい。はい。自信を持っていましたね。はい。はい。はい。彼女にはお子さんが何人いますか？彼女にはお子さんが何人いますか？Does she has?Does she? 藤岡先生、助けないでください。あなたにはリングの上では孤独です。一人です。戦いは一人。セコンドに入らない。はい。はい。何人いますか？何人？How many じゃね。How many children does she have?あなたは一日にどれぐらいの水を飲みますか？あなたは一日どれぐらいの水を飲みますか？How much water do you drink in day? In day. Final answer. How much?Drink. How much drink? How much water? ウーロン茶？ Water. How much water? Water? どのくらいありますか？ Do you drink in the day じゃないよね。The day じゃない。一日に in one day? In the day? なんかいろんなこと言ってますけど。ファイナルアンサーどれにしましょうか？その日にじゃないよ。だってね。一日にだから。Do you drink?どうしてもインから抜けれない。一日。One day。はい。じゃあそうしていきましょう。じゃあ、藤岡選手、バトッチ。はい。彼女はエンジニアです。She is an engineer。はい。彼らは私の親しい親友人です。They are my close friends。ご両親はボストン出身ですか？ご両親 Does your parents from Boston? 選手がピキって話した。あれ、はい、よろしいですか？ Does? あ、違う。Are your parents? か。Are your parents from Boston? じゃあ、サムは青い目をしています。Sam has through eyes. あなたは猫が好きですか? Do you like cats? これらのサンドイッチはあなたのですか? These sandwiches are yours. ですか? ですか? These are these sandwiches? あれはい、最初からyou areなんか、内岡選手が高橋選手みたいになってる。バグってる。バグってる。バグっております。these sandwiches yours? すごいな。最終的に正解に行くところがすごいですよね。福岡は日本の大都市の一つです。福岡 is one of the big city in Japan. あなたはこれらの男性を知っていますか? Do you know these men? いいですか?それで。Do you know these men? はい。なんだそれわからない。Do you know these men? そうです。ちょっと後で言いますね。彼女にはお子さんが何人いますか? How many children does she have? あなたは一日にどれくらいの水を飲みますか? How much water do you drink?はい。二人ともすごい出来が良くなっていてつまらない。本当に、ところどころ面白かったですけど、ね、あれが、あれですね、ちょっと7番の、あれOne of the big これシティーズになるんですね。そうなんですよ。これがね、大事なんですけど、必ず何とかの一つだから、たくさんあるものの中の一つなんで、必ずその後に来るやつは複数形なんですよ。ワンで安心しちゃったんだ。安心しちゃったんですよ。2人ともダンスにしてましたね。なるほど。はい。なんで、1番から総括していくと、はい、1番はシーザンエンジニア。これね、2人とも合ってますね。シーザンエンジニア。はい。はい。で、They are my close friends。これね、藤岡選手はさすが発音やってるだけよくできてましたけど、close じゃなくて close なんで、形容詞の時はね、close ってなります。で、close ってやっちゃうと動詞に聞こえます。They are my close friends。ってなりますね。そう。フレンドリーフレンズって言っちゃうと、親しみやすい友達。とても親しみやすい友達。だから、親しいと親しみやすいは違いますよね。微妙に違うね。うん、親しみやすいっていうのは、なんか人がいいって感じ。うん、性格を表してる感じ。そうそうそう。だから人がいいかもしれないけど、遠い関係かもしれませんよね。なんで、この場合は、性格悪いかもしれないけど、親しい友人。うん性格悪い可能性もあるわけです。はい。なんで、さっき高橋選手は、なんか他のこと言ったな。フレンドリーフレンズと、なんとかフレンドって言ってませんでした?グッドフレンド?うん、しましたね。言ってた気がする。カインド?カインドか。だから、親切なとか、フレンドの性質を表していて、親しい友人の性質なんですけど、関係性のことって感じですね。だから、close friends って言います。はい。ご両親はボストン出身。Are your parents from Boston? で、出身、藤岡選手がバグって、だずってひたすら言ったんですけど、まず、つなので、両親っていうと、塊みたいに思っちゃうんですけど、これもまた、parents って複数扱いなんですよね。片親だとparent なんです。はい。で、2人揃って parents になるんですね。ちょっとファミリーと違って、なんか似たようなね、集合体なんですけど、ごちゃごちゃしてめんどくさい。ファミリーは1個なんですよ、単数扱い。だけど、parents は複数扱いで、しかも出身っていう多分動詞みたいにイメージしちゃったなと思うんですよ、ね。はい。だけど、もうなんかひょっこり出てきたみたいな。ボストンからひょっこり出てきたみたいな。感じることをイメージしたから、なんか動詞の図を、動詞に対する動詞のだずを思い浮かべちゃったと思うんですけど、I'm from Japan ですよ。はい。です。でもこれ、高橋選手はできていました。でね、2人ともイケメンはできたんですね。サムは青い目をしていますっていう。猫間違えました。あ、キャット。あ、そうそう。あ、キャッツとか、なんか、あって言ってるのに、つとか言ったりして、いろんなパターンのありとあらゆる間違いが。Do you like a cat って言っちゃったんですよ。あ、Do you like cat って言っちゃいました。あがついた。はい、あつけました。Do you like a cat は合ってますね。だけど、合ってまあ、文章としては合ってますけど、それだと、世界中にいるとどれでもいい、不特定多数の一人でね。一匹だけね。そうそう、そうなんです。この猫っていうことです。そう、この猫だとザ・キャットなんです。そう、ザ・キャットになりますね。うん。うん、で、アキャットだともうどれでもいいから一匹、どれか好きみたいな。まあ、だから、変ってことですよね、つまりでも。変と、あと特定できてないから、その会話の次に聞いてる人が、どの猫って、あって言ったら、その猫なのそれはって聞いてきます。どっちにしろ白黒はっきりさせられるって感じです。そういうことです。そうなんです。はい。で、まあ、この、大人の理解ポイントに書いてあるんですけど、キャットに何も関心をつけないと猫の肉は好きっていう、ちょっと怖い人になるね。そうね。サイコパスになっちゃうので。でも日本人は結構言っちゃうんです。Do you like cat って聞かれたら通じるんです。聞いたら通じるんです。だけど、猫の肉好きって聞いてることになります。ちょっと怖いやつです。猟奇的な、ね、うん、猟奇的な人間に聞こえるので。だから通じないってことはないんです。相手にとってはこの人は猫を猫の肉みたいなものとしてイメージしてるっていうふうに伝わっちゃうんですね。多分日本では猫食べるのっていう質問が来ますね。そうですね。そう。だから確か中国、あれ？中国は犬食べるのか。だから中国で Do you eat dog って言ったら別にそんな変な話ではないと思うんです。まあ、あることですよね。あることですね。事実として。あと、Do you like cats ですね。Yes, no question だからあげます。で、6番、あなた、これらのサンドイッチはあなたのですかで、Are these sandwiches yours? ですね。これ、2人とも最終的にはなんとなくできてましたけれども、ちょっと最初難しかったかもしれませんね。うん、特に藤岡選手がなんか迷走してる。で、これ、あげなきゃいけないです。Are these sandwiches yours? Yours? うん、そうです。うん、で、これが先ほど言った福岡 is one of the big cities in Japan ですね。はい。なんで、one of なんとかって言った後の対象は全部複数になるので、必ず複数にして、うん、one of では単数なんですけど、one of ではたくさんあるものの中の一つって感じなので、必ず複数にというのは忘れないでください。なんか、段がつくから、はい、一つでいいのかなってなっちゃった。あ、だの後は複数もあります。それがね、難しいね、うん。なかなかね、頭の切り替えがうまくいかない。監視なのにね。監視なのに、そう。監視はね、単数のだけにつくんじゃなくてです。それから、あなたはこれらの男性を知ってますか ?Do you know these men? Do you know these men? そうです。で、これ、藤岡選手は、じゃあ下げちゃってました。Do you know these men? 下げちゃった。下げちゃったんです。そうすると、知ってるよねみたいな、なんか、断定系になっちゃうので。はい、なんか、ジャイアンとか知ってるよな。うんうんうん強制的に、ね。強制的ですね。ジャイアン系になりますね。はい。はい、で、How many children does she have? 彼女にはお子さんが何人いますかこれは2人ともできてたかな、うん、はい、できてましたね。それから、あなたは1日にどれくらいの水を飲みますかこれちょっと組み立てが難しかったかもしれませんけど、How much water do you drink? で、one day って高橋選手言ってましたけど、a day の方がいいです。a day。うん、で、今いらないです、これは。はい。はい。1日に5キロ歩きますとかだったら、うん、I walk 5 kilometers a day っていうことですよね。そういうことです。はい。高橋選手、何か腹に血も積もってますね。いや、だからね、ちょっとね、どうしてもこうデイとかになると、なんか前置詞つけたくなっちゃうんですよね。あ、でもそれはいい感覚だと思いますよ。オンだかインだか。オンだかインだか。はい。そう、ちょっとつけたくなっちゃうんで。はい。ポンとなんかこの名詞がパッてつくっていうのはちょっとまだ慣れなかったです。そうですね。これはちょっとまた別の用法で。わかりました。はい。スラッシュのイメージです。あ、そう、そんな感じ。なんかパー何度かみたいな。そう、スラッシュ、火とか。そう、そんな感じです。週に何回やりますかとか。はい。スラッシュの週。うん、はい。いい感覚ですね。ウィークとかっていうことです。そう、そんな感じです。何をおっしゃってるかちょっとよくわからない。料理のレシピ本とかで、グラムとか、例えば牛乳1杯につき砂糖1さじみたいな。あれじゃないですか、週に何回運動しますかとか、例えば3回だったら3スラッシュデイみたいな。でウィークか。ウィークみたいな、うんうん、見たことないですか？ちょっとごめんなさい、もう一回意識して見てみます。あんまちょっと分かんないです。パッと出てこなかったみたいです。多分ね、なんか英語のやつを見ると分かると思うんですけど、ちょっと今この動画上で示せないので、はい、後でネットで見てください。はい、はい、じゃあちょっと最初から流していきます。はい、She's an engineer. She's an engineer. 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 そう。うん。They are my close friends. They are my close friends. My close friends. My close friends. Are your parents from Boston? Are your parents from Boston? Sam has blue eyes. Sam has blue eyes. 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 そうです。はい。Do you like cats? Do you like cats? うん、そうです。藤岡選手どうぞ。Do you like cats? Do you like cats? うん、はい。Are these sandwiches yours? Are these sandwiches yours? うん、サンドイッチです。Sandwiches. Sandwiches yours? Sandwiches yours? Sandwiches yours? うん、ず。Yours? うん。Are these sandwiches yours? Are these sandwiches yours?サンドイッチって、ね、みんな発音して結構サラダも通じないんですけど、サンドイッチとサラダ通じないんですよね、結構。アクセントも違ってると。サラダじゃサラダ。サンドイッチだとサンドイッチ。サンドイッチ。うん、サンドイッチ。サンドイッチ。あとハンバーガーとかね。ハンバーガーだってハンバーガー。そう。ハンバーガー。ハンバーガー、サンドイッチ。サンドイッチ。うん。両方食べたらすごいですけどね。もうカロリー爆上がりって感じ。Fukuoka is one of the big cities in Japan. Fukuoka is one of the big cities in Japan. Do you know these men? Do you know these men? Okay, do you know these men? Do you know these men? じゃあこの人誰だか知ってるって先日ね、2人は万人パッキョにあったんですよね。Do you know this guy? Do you know this man? Do you know this guy? この人知ってる？ Don't you know this man?知らないの、この人知らないの。He's Manny Pacquiao ですよ。はい。はい。それをどうするんだ。はい。どうやってあったんですか？ How many children does she have? How many children does she have? これ応用できますよね。How many championship belts do you have? Does she have? ですよね。なるほど。How many championship belts does she have? How many championship belts do you have? belts do you So belts, this is championship belts. Do you have? Belts. Do you have? How much water do you drink a day? 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 下げます。Do you drink a day? Do you drink a day? そうです。はい。あ、これを下げるんですか？ハウマッチ下げますよ。Yes のクエスチョンじゃなくて WH クエスチョンを下げます。あ、そうかそうか。はい。そうだった。そうだった。はい、そうです。一応、この英会話ポイントを見ておきたいと思いますけど、エンジニアはニーヤのところを強くですね。エンジニアじゃなくて、エンジニアって日本人言っちゃいますけど、エンジニアですね。はい。2番は主語が they と複数形なので、フレンドは複数形にするのを忘れずに。で、3番は両親は2人なので複数形にします。だから片方だったら parent ですね。はい。で4番は Sam has blue eyes 目というのはペアになってますから複数形で扱います。だからメガネもそうですね。 Glasses ですね。 Glasses、はい、グラスって言っちゃうとガラスって素材のことになっちゃいます、うん、他にシューズとかグラス、ここに書いてあるね。 Glasses、Scissors、 ハサミなども同じように使います。で5番はキャットにすると1匹の猫が好きとなって不特定になって不自然ですってことですね。はい、でキャット、関心をつけないと猫の肉は好きという猟奇的な人間になってしまいますので気をつけましょうと。だから通じなくはないですけど、イメージされるものが全然違うものになっちゃうってことですね。はい、さあ、大丈夫でしょうか。はい。はい。おそらく。おそらく。今日もちょっといろいろ飛び出しましたけど、恐ろしい日でした。恐ろしい。恐ろしかったです。なんで、例の複数形については高橋先生にちょっと確認しておきます。はい。おそらく。つけると思われます。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。